中嶋監督、由伸が二度もやられるわけないだろ。オリックスが逆転勝ちで3勝3敗とし、日本シリーズ連敗逆王手をかけた。エース山本由伸は138球完投と意地を見せた。中嶋監督は、完全に追い込まれていた。第2できてよかったですと語り、前回やられましたが山本由伸が2回連続でやられるわけがないと信頼して出しましたとエースへの信頼を語ると、球場は大きな拍手が沸き起こった。本当にどやられるわけない？山本由伸が崩れること自体レアケースだろ。今日の由伸は気迫が違ったもな。奪三振の新記録まで置き土産。国内最後の登板で伝説を残したな。今日は特に胸が熱くなった。紅林と頓宮のホームランも良かった。あとは左のエース宮城に任せた。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメントも気軽に待ってます。